テオ・ファン・ゴッホことテオドール・ファン・ゴッホは、オランダの映画監督、テレビプロデューサー、著述家、俳優、画家フィンセント・ファン・ゴッホの弟、テオドルスの彦、テオドルスの息子、フィンセント・ウィレムの次男ヨハンの子として生まれる。法学校中退後、劇場の支配人となるが、映画制作に情熱を抱いており、1981年に、ルーガーで映画監督としてデビューする。 1996年のブリントデートと1997年のインヘッド・ビ・ロング・バン・デ・スタートではオランダのオスカーともいえるゴーデン・カルフ賞を受賞した。サンフランシスコ国際映画祭においてサーティフィケート・オブ・メリットも受賞している。俳優としては1992年のデノー・ダーリンに出演している。 その後、テレビプロデューサーとして、また新聞に物議を醸すようなコラムを書くなどして、活動していた。テオは、論争を巻き起こす文章を書く名人であったと言える。抽象するようなトーン、個人的な敵意があるかのような文章により、彼は、他のライターや著名人によって、多くの訴訟を起こされ、寄稿していた雑誌を首になり、以後は、 自身のウェブサイトでゲゾンでローカーで活動することを余儀なくされた。テオは人生に対して強い虚無的な見方をしていた。大酒を飲み、オランダ人らしくコカインを使用していることをオープンにし、恋愛に関して冷笑的な見方をしていた。また、自分の生活を楽しんでいるかのように見えたが、彼自身はいつ死んでも構わないというようなことを語っていたという。テオの最後の著書。 アラーアベートヘッドピーターはイスラーム社会を扱ったものであり、霊症的であざけるかのような彼の典型的なスタイルで書かれている。テオは特に2001年のアメリカ同時多発テロ事件以後、イスラーム批判でよく知られていた。また彼はソマリア出身反イスラーム主義者の政治家、アヤーン・ヒルシアリを支援していた。アリの脚本をもとに作られた短編映画、サブミッションは 4人の虐待されるムスリム女性を描き、イスラム社会における女性への暴力を扱っている。タイトルのサブミッションとはイスラームの英語訳である。この作品では透明なチャドルで覆われた女性の裸体が映し出される。彼女たちはその姿で祈り、アラーに語りかけるように物語を綴っていく。2004年にこの映画が公開された後、 アヤーン・ヒルシアリとテオの二人は殺害の脅しを受けている。テオはこの脅迫を真剣なものと捉えず、一切の保護を拒否したと言われている。この映画はイスラム社会からイスラムの教えを誤って認識しているとされた。テオは2004年11月2日の早朝、アムステルダムのオーストアーテルグラーフスメール区役所の前、リナ・ストラットとタベダウスター・パーク・ストラットの角の路上の花屋の前で、 殺害された。47歳であった。八発撃たれ、その場で亡くなったが、さらに喉を切り裂かれ、胸までも刺されてもいた。二本のナイフが、遺体に刺されたまま残っており、そのうちの一つには5ページにわたるメモが止めてあった。このメモには、欧米政府、ユダヤ、アヤーンヒルシアリンに対する脅迫が書かれていた。また、エジプトの組織タキフェアワールヒジュラのイデオロギーに、 言及するものであった。犯行を行ったモハンマド・ボーイエリは26歳のモロッコ系オランダ市民であり、銃撃戦の後に警察により逮捕された。彼はアムステルダム生まれで高等教育も受けていたが、オランダの過激派、ハフスタットネットワークとの関連があったとされる。ボーイエリはあまた、警察官と一般人の殺害未遂、銃の違法所持、 アヤーンヒルシアリ殺害を企てたとして2005年7月26日、仮釈放なしの終身刑を宣告された。テオは亡くなる前、暗殺されたオランダの政治家、ピム・フォルタインに関する映画を制作中であった。この映画は2004年12月にインターネット上で公開され、2005年の1月にプレミア上映された。 http://www.danielpips.org スラッシュ2599スラッシュ長坂敏久オランダを知るための60小赤子書店2007年91ページありがとうございます